この電話はお客様のご都合によりおつなぎできません。みずき、どうして？あら、ずいぶん早起きね。だけど、鍵をかけ忘れるなんて不用心よ。ニートには失うものがないっち。なんだ、サキか。何よ、その不満そうな顔。おはようございます、アサヒさん。よう。立表に、ヤマトまで。お元気ですか？うん。まあな。何一丁前に落ち込んでるっち。まあ、落ち込みたくなる気持ちもわかるわ。だけどね、いつまでも落ち込んでたら一生ニートのままよ。はあ？こういう時はね、体を動かすのが一番。いや、だから俺は。そうそう、私たちね、とっておきの情報を仕入れたの。ピンクマントの正体をつかんだのよ。なんとその正体は。妄想請負人、カノンだろ。あれ、知ってたの？ああ、まあな。リュウたち、名刺を拾ったんです。こんな趣味の悪い名刺、やつ以外考えられないだろう。まあ、知ってるなら話は早いわ。さっさと準備しなさい。30秒だけ時間もあげる。そこは普通40秒だろう。え？なんでもねえよ。それじゃあ朝日、外で待ってるから。なんなんだよ、あいつ。さきさん、朝日さんを心配していました。昨日もずっと待っていたみたいです。俺はさっさと帰りたかったんだけどな。どうしても朝日さんを待つって。だけど連絡がなかったから。それでこんな昼間っから付き合わされる羽目になったんだよ。そうだったんだな。だからね、行きましょう、朝日さん。行くってどこに？妄想請負人探しだよ。会えるかもしれないぜ。お前の友達が自警団ならカノンを追っているはずだ。だけど、先を越されてもいいのか。
いいんだよ、リッピョン。ヤマトなりに気を使ってくれてるんだろ。そういうんじゃねえから。リッピョンもごめんな。なんだか心配かけちゃってたな。さっきのやつもこれ以上待たせるわけにはいかないな。朝日さん、そんじゃま、いっか。家にいたって何も始まらないもんな。さっさと準備しろよ。40秒だからな。流されちまった。だけどみんな、ありがとな。それじゃ、早速調査開始よ。妄想請負人の足跡を探しましょう。でも、妄想請負人って一体何なのでしょうか。誰かの妄想を請負うってことか。カノンのせいで妄想が増え続け、そして秋葉原は繰り返し続けているのなら、カノンを止めることさえできれば明日を迎えることができるってことよ。だけどカノンはどこにいるんだ。噂だって都市伝説レベルなんだろう。だからって立ち止まっていられないわ。仕方ない、足で稼ぎましょう。はあ、もっと効率的な探し方だってあんだろう。自分の足で探して自分の目で確かめるのが一番よ。リュウちゃん、どうしたの？新しい妄想の新色がないか、秋葉原を探してみるのはどうでしょうか。カノンじゃなくて、妄想の新色を？はい、もし本当にカノンさんが妄想を請け負っているのなら、この秋葉原のどこかに新しい妄想の侵食が起きているんじゃないかなって。確かに妄想の侵食はカノンと違って移動したりしないわね。それに侵食する妄想を追い続ければカノンにたどり着ける可能性は高くなるわね。妄想を追い続ければきっとあいつに。朝日？つか結局足で稼ぐんじゃん。
文句言わないの。さあ、秋葉原中を探してみましょう。だったら、手分けして探すか。え？さきさん？まあ、その方が効率的ね。それじゃあ行きましょう。セーブポイントです。忘れずセーブしましょう。どうしたんだ？いいのよ。このままでいいのよ。おーい。友達なんていらない。なあ、大丈夫か？なんか顔色悪いけど。なんなのあんた。え？いや、俺はただ。近寄らないで、けがらわしい、けだもの。それに、話しかける許可を出した覚えはないわ。私と話したいのなら、許可を取りなさい。そして、今すぐ私から離れなさい。半径1メートル以内に近づくことを禁ずるわ。意外と近いな。うるさいわね。だから話しかける許可は出してないわ。じゃあ話しかけてもいいか？ダメよ。どっちだよ。半径5メートル以内、息をすることも禁ずるわ。まばたきも禁止よ。その瞳に私を映すことを禁ずるわ。いい、わかった。わかったのなら、私の瞳を見て誓いなさい。だから俺は。はあ？私の存在を記憶することも禁ずるわ。忘れるんじゃないわよ。だからどっちなんだよ！って言っちゃった。俺なんも悪いことしてないのに。ま、元気ならそれでいっか。あれ、リピョンだ。あ、朝日さん。どうした？サキさんがそろそろ集まりましょうって。え？なんか早くないか？どうしたんだ？
おい、どうしたんだ？気が変わったのよ。やっぱりみんなで探しましょう。おい、ヤマト、どういうことだ？今日もいっぱい探したわね。ですね。どこがだよ。ま、いいじゃねえか。いや、よくねえよ。なんでメイド喫茶の支払い全部俺なんだよ。だって年長者だし。つか、ゲーセンもだよ。お前ら本当は小銭持ってるんだろ。紛れて何度も10番くじやらせたのは誰だ？あんだけダブってりゃ少しくらいもらったっていいだろう。はぁ、俺の今月の生活費が。それにさ、どこにも妄想の侵食はなかったじゃんか。まあ、たまにはいいじゃない。リュウ、とっても楽しかったです。まあまあだな。てかお前らさ、俺を慰めたいなら自分で金払えって。だけの特別サービスよ。それじゃ次はどこへ行こうかしら。だから話聞けって。もう夜遅いですし、閉まっちゃったお店も多いですよね。もういいや。確かに人も減ったな。まあ、秋葉の夜は早いからな。居酒屋とか飲み屋系はまだまだ空いてる時間だけどさ。朝日さん、お酒は二十歳からですよ。お前らのせいで飲みに行く金は残ってません。やっぱり秋葉原って飲み屋さんも個性的なのにね。最近は普通の居酒屋も増えたけど、変わった飲み屋も結構あるかな。吸血鬼バーとか忍者居酒屋とか、それこそ男の子バーとかさ。おい立花、まさか男の子バーの常連じゃないよな。趣味じゃねえって。男の子バー？なんだ、知らないのか？男の子っていうのは。で、あ！
そういう趣味か。だから違うって。行きたかった場所を思い出したんだ。あら、朝日のおごりかしら。ありがとうございます。まさか男の子バーじゃないよな。多分違うと思う。多分だけど。多分ですか？いやまあ行けばわかると思う。確か裏通りだったような。裏通りって一体どこへ連れて行くつもりよ。まさか私たちを呼ばせて。ああ、もういいから黙ってついてきてくれ。で、店の名前は？裏通りにあるバー、スミレのエデンだ。そろそろ来る頃だと思っていたわ。どうも。みんなで来てくれたのね。嬉しいわ。ちょっと朝日、どういうこと？いや、実は昨日道でばったり知り合って、それでさ。男の子って年じゃねえぞ。あら、失礼な坊やな。これでも永遠の14歳なのよ。とてもキュートでピンクなお嬢ちゃんね。ありがとうございます。もう一人のおピンクちゃんは隠れちゃうなんて恥ずかしいのかしら。ほら、出てきていいのよ。どうせこの時間はあんたたちで貸し切り状態だから。わかるっち？近くで見るとよりキュートね。食べちゃいたいわ。
もうそんなに警戒しないで。私はあんたたちの敵じゃないわ。ま、信じるか信じないかは任せるけど。ね、朝日ちゃん。どうして俺の名前を。あたし好みの男の子だからよ。ヤマトちゃんもどう育つか将来が楽しみね。俺のことまで。どういうことか説明してもらえませんか。もうさきはせっかちさんなのね。理由何か言ってあげて。理由たちのことまで。このバーにはね、いろいろな情報が集まってくるのよ。だから私は情報屋ってところかしら。情報屋だ。だからってそれとピン君のことは関係ないです。あなたは妄想を認識できるんですか。あなたじゃなくて、あけみ、あけみエクスタシアよ。ハーフなんでしょうか。男と女のな。聞こえなかったことにしてあげるわ。で、そろそろ緊張を解いてくれないかしら。私も困ってるのよ。ここ最近の繰り返し続ける毎日にね。それじゃあやっぱり妄想は。毎日同じ売り上げじゃ商売にならないわ。だからあんたたちには期待しているのよ。調べさせてもらったわ。あんたたち妄想を壊して回っているのよね。どうしてそれは。私はね、秋葉の情報屋なの。当然チェックもしたくなるわ。だってお客さんたちが噂してたのよ。可愛い女の子が秋葉を奔走してるって。か、可愛いだなんて、そんな。おーい。可愛いは正義よ。だけどさ、あんた随分妄想に詳しいみたいじゃない。え、それは。さっきは特別な存在なんだっち。特別ね。まあいいわ。この店は5年とちょっとだけどね。それでもいろいろな話を知っているの。レアなフィギュアの入荷情報だったり、どのお店のどのメイドに彼氏がいるとか。掘り出し物のパソコンパーツの取り扱い店や違法ロムを製造している業者なんか。
それとピンクマントの妄想請負人の話まで。カノンのこと知ってるんですか？やっぱりそれが知りたかったのね。いいわ、教えて。根も葉もない噂話よ。あくまでも都市伝説の延長線でしかないわ。友達のお兄さんが見たとか、いとこのクラスメートが出会ったとか。だけど出会うことができれば素敵な妄想の世界へと案内してくれる。そんな夢のような存在は。ふん、うさんくさい話だ。確かにうさんくさいといえばうさんくさい話よね。それじゃあカノンさんは実在しないってことでしょうか？私は怪しいと思うわ。ここ最近妄想の侵食が増えているのは事実。そして妄想の侵食に比例してピンクマントのカノンちゃんの噂が広がり始めた。やっぱり妄想の侵食はカノンが関係しているの？本当に存在していたらの話だけどね。さあ、今日はもう遅いわ。ここから先は大人の時間。子供は帰って寝なさい。聞きたいことがあったらいつでも遊びに来てちょうだい。歓迎するわ。ああ、どうも。それじゃ、またね。だって、まだお題をもらってなかったわ。ああ、金ならこいつが。おい、ヤマト。冗談よ。お題の代わりに、一つ教えてもらえるかしら。ピンク、あんたは何者だ？ピン君は私の大切な友達です。由緒正しき使いマッチ。どこで出会ったのかしら？初めて迷い込んだ妄想宮です。もう1年も前、地元にいた時の話ですけど。なるほどね。ピン君がどうかしたんですか？ううん、ただの好奇心よ。教えてくれてありがとう。それじゃ今日はここまでにしましょう。明日も頑張らないとよね。カノンちゃんの情報が入ったら真っ先に教えるわ。あんたたちのこと応援してるわよ。
はよう。これで皆さん揃いましたね。なんでいつもニートが最後なのよ。ニートにだっていろいろあるんだよ。それにさ、俺は重大なことに気づいてしまったんだ。カノンについて何か分かったの？もっと重大なことだ。カノンさん以上にですか？ああそうだ。今日も昨日も明後日も今のところずっと日曜日じゃん。つまりさ、俺を含めお前ら全員ニートと一緒だ。はあ？少しでも期待した私がバカだったわ。リュウたちもニートならこれからは遅刻の言い訳に使えませんね。墓穴だな。さあ、ニートはほっといて、そろそろ本題に入ろうかしら。あ、本題って？あけみさんからのメール見てないの？レディオ会館よ。